してくれたなと思います。さあ今日は富士見マーケット、記念すべき第10回目ということでイベント盛りだくさんで、富士見マーケットを送ってまいりましたが、これからのお時間はコケピオのライブで盛り上がっていきたいと思います。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。ではコケピオの皆さんお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちコケピオです。コケピオ、コケピオ。コケピオは県公認勝手に埼玉応援隊に任命していただきました5人組ユニットです。教室がすぐそばの富士見市にあるので、多分あっちの方です。地元と言っても過言ではないでしょう。それでは自己紹介、皆さん手拍子お願いします。ズンチャズンチャ。メンバーの名前に合わせて皆さんも名前呼んでくださいね。いきますよ。ワン、ツー、スリー、ファン。天然炸裂しゃべる犬、りなちゃん。りなちゃん。しょっちゅうこけてる長身ガール、あやめちゃん。あやめちゃん。センター普段はすみっこが好き、あおちゃん。あおちゃん。変人自称常識人、さやぺぺ。さやぺぺ。小さいけど存在感大きいリーダー、チェリーナ。リーダー、チェリーナ。ありがとうございます。ありがとうございます。30分間ライブ見ててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず1曲目ですが、今回ララフォート富士見さんでライブさせていただくのは2回目なんですね。で、今回お話しいただいた時にリクエストが来たんだよね。喋らないそう、リクエストが来てこの曲を歌ってほしいって言っていただいたので、カバー曲歌わせていただきます。365日の紙飛行機。